もう今からさ、もう待ちきれなくてさ、もう5時になった瞬間7問開いてるんですけど、皆さんどうね、うん、さあね、終わりました。今日はこっから、動画撮っていこうと思います。はいはい、まあ何時パープログラムをもらってさあ来ます。はい、もうプリクエルイベントもう来ちゃうよ。はい、さあ新イベント開催、もう分かってます。はい、これさ、ランキングイベントだったらガチで走んなきゃいけない俺。うん、さあ新曲登場来た。え、タトゥーラブ来る？タトゥーラブじゃん、ムーンライト。はあ、やります。いやー、もうこれ引くしかないでしょ。多分もうみんな何時マルチやるか引かないと。寂しくなかったか？いえ、やば。この顔いいよね。いえ、猫の寂しくなかったか。だってなんかレイニャンが、ミヤさんがぶっ飛んだ発言してたんだけど、なんか、なにこれ、じゃあ、プリオカプリクエルを10回回した方から、抽選で5名様にサイン色紙をプレゼントだって、7コミ専用ホームから応募していただきだって、へぇ。まあ、これはちょっと後でやっておくね。1回に、なんでレイニャンだけなんだよ。かわいそうだ、他のね、ファリーとか、なんだっけ、ね、回してた人が。なんでレイニャンだけ優遇してんだよな。しかも、これ引かないと72時マルチのやつもさ、使えない。ちょっとおかしくないか、これ。なんか、かわいそうだわ、ちょっと、他の人がね。はい。しかも、4時、4愛だって。あ、9シール40枚で参加券。え、俺全然もらえないんだけど。そしたらマジかよ。はい、っていう感じ。あ、最終結果発表もしてる。やばい、いろいろさ結果発表多すぎ、ちょっとあの頭整理できないんだけど、ちょっと見ていきますか。まあちょっと順位は見ないでね。うん、もう、はい、ありがとう。あ、トップ2000。ちょっと待って、見ていい？じゃあイベント先にね。はい、ちょっと今日もうグダグダだけをお付き合いください。うわー、1000位入れたのか。うわ、マジかー、マジか。はい、ありがとうございます。という感じで、お礼動画ってどうやって見んの？これ持ち物で見れる。はい、という感じで、ちょっとね、まず見ていきます。豪華推し獲得。あ、もうあれだわ、ランキングイベントだ。うわ、やんないと。そしたら、はい、もうこれ特攻感じですね。クロッキー帳だって。はい、ま、漫画家だからか。はい、という感じですね。うん、まあとりあえず今回課題曲イベントなんで、まあどんどんやっていかなきゃいけないと。はいね、レイカ様からこういう仕様になったけどさ、とりあえずガチ引くんだけど、お礼動画見ない？みんなで。え、どうやって見んだ。頼む、チーム順位。あー、まあそりゃそうだよね。最後は逃げ切ったか。7万。あー、もうハレンチは見ない。ハレンチはもう知りません。え、これどうやって見んないか教えてください。まあ多分いろいろカットしてると思うけどさ。はい、という感じでやってまいりました、立川彩香さん。はい、まあとりあえず引くか。てかさ、40枚でさ参加券1枚なしじゃなくない？正直。まあとりあえず僕はまあって、そうだよね。俺1枚しかゲットできないんだけど。課金しないと無理やん。あ、来た来た。ちょっと課金はちょっと考えてないからさ。まあマルチ1枚でいっか。なんか今日7音マルチ夜やるとかなんか言ってたんだけど。宮津さんが。本当にやんの？よくわかんないんだよね。さっきツイッターで見たんだけど、それを。やばい。ちょっと星ファン確定分だけっぽいな。うわ、ちょっと待って。俺、こいつに好かれてる。待って、やばい。でもさっき、この間からずっとこのお方が出る。君島奈々さん。はい。ありがとうございます。まあ、星ファンで、てか、ね、長いからさ、髪。多分単発だと、三上にちゃう。はい。来た。これ単発だと期待できないのかな、やっぱ。
単発ケアがデリオっていう感じだよね。立川さん出ないよね、これ。待って、お願い、本当にお願い。なんて言ってたっけ、私がいなきゃ寂しいかみたいな感じだよね。お願い、本当お願い。いや、やったー、ありがとう、ありがとう。マジでもう勝ったでしょ、これ。もう、立川だけ地引きが強い。水着といいさ。ええ、あ、違う、なんだっけ、シュシュの子だ。びっくりした、二連あやかかと思った。二連あやかと思った。脳中やべえ、この白かがさ、デデデンって上がっていくのやばい。あー、マジで嬉しい、ほんとに。もう勝ち確じゃん。はい、ありがとうございます。はい。やったー、ちょっともう、嬉しすぎて何喋っていいかわかんないわ、今。よーし、勝っていくと。ね、限定とかの引きマジで悪かったけど、やっぱここで見せていくんですよ、僕は。さあ、まあもう何時マルチ参加するかね、もう引きますよ。もうこれ飛ばすわ。はい。できればもう一枚。できればもう一枚。ちょっと欲張っちゃうけど。お菓子の純ちゃん。さあ。ああ、終わったな。うん、まあまあまあ、いいや。うん、出ただけ OK。はい。ありがとうございます。こちらで、交換方法なんですけど、まあ、あと単発があるんでね。はい。こうシール交換所行きまして、まあ、こちらじゃなくて、これね。来た!やったー、これ。なんか制限あるからね。ちゃんとしないと。猫ジャーステクニック。あ、スコア 110% アップ。これ強いわ。でもさ、これ参加券さ、内資40枚で1枚は、ちょっと高すぎない?何これ?ゲーム内更新したって今ツイッターで流れてきた。僕ちょっとお知らせオンにしてるからさ、ちょっともう一回見れば。なくない、あった、来た。理解者とヘビーローテーションの 3D モードだって。はあ、あとは特にないかな。これ19と20日だよね、なんか。さすがに10枚でさ、1枚にしないとさ、ダメじゃない。だって、5枚全部やるのにさ、200元か。まあでもしょうがないか。それは文句言わないわ。はい。じゃあちょっとイベントの方やっていきましょうか。うん。まあ課題曲やるか。うん。課題曲やって今回は終わろうかな。まあ、あと報酬チェックして終わります。はい。はい。背景アイスコア70万で700ですね。700個石がもらえます。にこやか、あでやか、すやか、あやか。まあこれはね、あれですけど。で、あとスタンプに書いた通りだなとか。これサンドイッチとクロッキー帳2つブーストアイテムもらえるんだね。うん。で、あと課題曲のクリアボーナスとかで、まあ、ね、1、2、3、4、5、6、7曲なんで350個で。1150プラス、これ150個なんで1400個かな。合計1400個分石がもらえます。じゃあ、ちょっと、ね、あ、これもあんのか。これもあるか。これもあって、ムーンライトあるわ。うん。まあ、イベントクエストやってもいいんだけど、まあ、ちょっと課題曲で1曲でしようかな、今回は。はい。じゃあやっていこうと思います。はい。というわけで、こんな感じで組んで、まあ、いりました。ね、まあ青スペードなんでね、青ニコルはもちろんね、この間やっとカンフトップしたアカネに今回のあやかちゃん入れて、まあやっていくと。でこっち側に 120% のプリケールのじゅんちゃんという感じでやっていきます。でもさ、俺さ、水着のさ立川ちゃん当たったから、それもスペードキャーなんだけどさ、そっちの方が 120% で強いんだよね。でもこっち特攻だから使わざるを得ないっていうね。まあとりあえずやっていきましょう。きた。ちょっとさ、初見 AP 取りたかったからさ、ムーンライしますけど、意外と簡単だね、3.5 って。カリスマにしました。初見 AP 取りたかったから。
まあちょっとね楽しんでください、このムーンライト。あーこれ著作権なんのかな。まあもし著作権になって倍速にしてたらあれにしてください。なんだっけ、YouTube の再生速度いじってちょっと変えてほしいなと思います。でもキャラソンってちょっと長いからね。ここの部分初めて聞くかも。やっぱスライド長いね。スライドが多いな。でもちょっとなんかスライドの色ピンクだからなんかそういう感じを出してきてんのかなっていう、なんか意図を汲み取れる譜面な気がしますけどね。はい。やっぱ長いな、いつ終わるんだって感じの、なんかじゃん、あこれで終わりだ。おお、はい、っていう感じで、はい、AP ありがとうございます。はい、っていう感じで、ちょっとね僕今回のイベント頑張ってね、まあ初日できるだけ頑張って走ってね、あのちょっとこれ AP 画像見たくない方は目つぶってください。はい、目見て開けて大丈夫です。はい、まあちょっと頑張ってね、なるべく走ってね、ランキングトップ100とは言わないけど100あたり願っていこうかなと思います。はい、なんでね、また生放送の方でちょっと頑張って走る配信とかやるかもしれないので、通知音とかにしていただければすぐ飛べるので、そこへもよろしくお願いします。というわけで、皆さんのガチャ結果とかね、ちょっとあかねとかお礼動画を見る方法と、あと何時マギチの件とかもね、書いていただければなと思います、コメント欄に。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではね、また次回の動画で会いましょう。